間お疲れ様です。では、前回に続き、最弱のタイプを炙り出す動画、複合タイプ編です。前回の動画を見てない人は、ぜひ見てきてね。偏差の計算方法や単タイプの優劣などは、前回動画で紹介しています。なお、注意事項として、下記の点に留意してください。まだゲームに出てきていない、架空のタイプも含めるんだね。ここに関しては例外として考える方が大変なので含めることとしました。ということで、まずは攻撃面の最弱タイプを考えていくのですが、攻撃面に関しては、複合タイプであっても、攻撃する技自体は単タイプであることから、18種類の単タイプ技で、153種類の複合タイプに攻撃した想定で、複合版の攻撃偏差を求めてみましょう。18×153 だから、2754通りあるけど、マジでやるの？さすがにそれは大変なので、Excel でうまいこと計算式を作って割り出します。ということでこんな計算シートを作りました。単タイプへの抜群の数、半減の数、無効の数を入れるだけで、全複合タイプ153種類に対し、4倍弱点の数や4分の1ダメージの数を出力し、ついでにそこから攻撃偏差を出してくれます。おお、便利なやつ作ったね。自分用なので見た目はあれですが、これで2754通りは計算できて、攻撃面の偏差が出揃いました。どんな感じになったの？その結果が、こちらです。おお、前回より数値がかなり高くなったね。前回は一つのタイプで18タイプに攻撃するだけでしたが、今回は一つのタイプで153タイプに攻撃した想定なので、数値はかなり高くなりましたね。なるほどね。項目も増えてるんだね。そうですね、4倍と4分の1の欄が増えました。あれ、でも順位の並びは、単タイプの時とあんまり変わらない感じ？実はそうで、比較すると大きな変動はないんですよね。特に、下位の4タイプは順位変動がないです。まあ、さっきも攻撃するときは単タイプって言ってたし、複合タイプ相手でも大きな変動がないのはうなずけるね。強いて言えば、無効タイプがある攻撃は、比較的偏差が低く出る程度ですね。そのあたりの兼ね合いで順位に若干の変動は出ています。無効タイプが複合してればとにかく効果なしになるもんね。でさ、やっぱり複合タイプ相手でも、攻撃面の最弱はノーマルで、その次が毒タイプなのは変わらないんだ。そうなりますね。そして、攻撃面の複合タイプ、最弱の組み合わせは、ノーマル、毒タイプ、と言っていいでしょう。シルシルーとタギングルだね、おめでとう。見事、タイプ相性上、アタッカーに最も向いていないタイプに輝きました。言い換えると、全タイプに攻撃した時に、与えるダメージが一番少ない組み合わせ、って感じかな。そういうことですね。153タイプに対し、4倍弱点を取れるのはわずか1タイプだけで、2倍弱点も22タイプにしか取れず、しかもこれは毒タイプの攻撃だけです。それに比べて半減も4分の1も多いし、ノーマルも毒も無効タイプがあるもんね。もちろん、特性や特定の技、対戦環境で有効のタイプなど、そのあたりを加味すれば結果は大いに変わるのですが、タイプ相性の偏差で評価した場合、このノーマルと毒の組み合わせが最弱となるのです。タギングル、一応攻撃と素早さが高い種族値なんだけどね。いたずら心をもらっていてよかったですね。さて、お次は問題の、耐性面の方です。でもさっきのエクセルのやつで、相性の数は全部出てたじゃん。こちらのシートは相性の数は計算できますが、どの複合タイプに対してどんな相性なのかまでは出せないんですよね。なので、耐性面の方は結局人力で数えるしかないのです。さすがにそれはしんどいね。2700箇所以上を手入力はやってられないわ。絶対ミスが出ますしね。なので、前回の単タイプ編で得られた結果から、ある程度目星をつけていきましょう。というと？前回、単タイプの耐性面のワーストタイプは判明したので、最弱の耐性を持つ複合タイプは、この中のいずれかの複合なのではないかと思うのです。確かに、上位のタイプは省いて考えて良さそうだしね。でも、ここには6タイプしかないけど、これの総当たりで本当に最弱が出るかな？もう少し候補を探してみますか。ということで、ここで参考文献として、ポケモンウィキの、ポケモンギネスのページにある、弱点となるタイプの数が最も多いポケモン、という部分も参考にしていきます。へぇ、そんなページがあるんだ。どんなポケモンが該当するの？結構該当するポケモンが多いですが、要は弱点が7つになるタイプなようですね。へぇ、こんなにいるんだ。タイプ自体は、この6つのタイプとなります。ほぼ草と岩じゃんね。耐性面のワースト2のタイプですからね。さらに、4倍弱点が複数あるタイプも最弱候補として並べておきましょう。8タイプもあったんだ。意外とありますよね。
ちなみに、4倍弱点が3つあるタイプは、ゲームに登場していないタイプも含めて存在しないようです。実際にあったらめっちゃすぐ瀕死になりそう。気合の助け必須ですね。ということで、このあたりのタイプを加味して、最弱耐性の複合タイプを炙り出します。これでも結構調べるの大変そうだね。ということで、めぼしいタイプをいくつか抜粋して計算したエクセルシートが、こちらとなります。うわぁ、見づらいねこれ。これは参考程度で、見たい方だけ見ればいいです。弱点が7つあるタイプ、4倍弱点を持つタイプ、あとはおまけでいくつか抜粋した感じですね。とりあえず、草と岩がめっちゃ多いね。もうこの2つを合わせればいいんじゃない?と、思うかもしれませんが。ダメなの?見づらいと思いますが、一番右の欄がその草、岩タイプで、この2つが複合すると、意外と弱点を打ち消し合い、偏差スコアがそこまで悪くならないんですよね。そっか、攻撃面みたいに、単タイプごとに見ればいいわけじゃないのか。それが複合タイプの耐性の面倒なところで、こうやってめぼしいものを絞って抜粋するしかないというわけですね。で、この辺の結果はどうなったの?この表をまとめたものが、こちらとなります。なお、抜粋した複合タイプなので、明確な順位が不明なため、順位は割愛します。なんか攻撃偏差ランキングより、数値がだいぶ小さくない?そうですね、攻撃側は1タイプあたり153回攻撃するので、1タイプあたりの得られるデータ量が多かったのですが、耐性側はどのタイプも18回しか攻撃を受けないので、1タイプあたりのデータ量が少ないんですよね。その分全体のタイプは153あるので、項目自体はここに載せられないくらい多いのですが。なるほどねー、結構偏りが出ちゃうんだ。それは置いといて。一番耐性偏差が低いのは、岩氷タイプなんだ。おそらく全複合タイプの中で、この岩氷タイプがワースト1位だと思いますね。偏差の求め方的に、そもそも弱点が多いタイプや、4倍弱点があるタイプのスコアが低くなる傾向が強いので、さすがにこの下を行く複合タイプはないはずです。まあ、4倍2つに2倍が4つだし、半減も4つあるけど、4分の1も無効もないし、まあ妥当なところかな。くしくも、攻撃面で優秀な2つのタイプが、複合すると最弱の耐性となってしまうようです。確かに攻めたら強そう。ということで、耐性面の複合タイプで、最弱の組み合わせは、岩、氷タイプとなりました。アマルス、アマルルが、翡翠クレベースだね、おめでとう。だから弱点チョモランマとか言われるんですよ。彼らは全18タイプから攻撃を受けたとき、受けるダメージが一番多くなる組み合わせということになります。それなのにみんな耐久面の種族値が高いポケモンだね。明らかにタイプと噛み合ってないですよね。速攻アタッカー型なら強そうなのですが。でも、これで攻撃面と耐性面で、一番弱いタイプは分かったね。となれば、あとは総合偏差の低い複合タイプを炙り出したいのですが。ということで、今一度、複合版の攻撃、耐性偏差のランキングを見て、総合偏差を出すタイプを吟味しますか。とりあえず、攻撃最弱のノーマル毒、耐性最弱の岩氷は外せないよね。そうですね、ここは出したいところです。あとは、最下位じゃないだけで、絶対下位にいる、草虫タイプもヤバそう。このタイプも最弱候補になりそうですよね。一応、エスパーあたりも複合したら弱そうだから入れてみたいね。そうですね、役者はこんなところでしょうか。それでは、この7タイプをすべて総当たり複合し、総合偏差最弱決定戦といたしましょう。もう絵面から強いタイプが生まれなさそうで草。この辺のタイプを複合しているポケモンを例に挙げると、こんな感じですかね。ああ、確かにタイプだけ見たら弱そうなポケモンばっかりだ。果たしてこの中からチャンピオンは現れるのでしょうか。さて、攻撃偏差と耐性偏差を合成する際の注意事項ですが、複合タイプの攻撃面と耐性面の使用上、二つの偏差は重みがかなり異なります。攻撃面はマイナス何十って値だけど、耐性面はマイナス8が最低だったもんね。なので、合成して総合偏差を出すべく、攻撃面と耐性面に補正を入れることにします。攻撃偏差は、そのまま複合すると攻撃成分が強くなりすぎるため、半分にして合算し、複合タイプの攻撃偏差とします。耐性偏差は、攻撃偏差に近い重みにすべく、18分の153の倍率をかけて、攻撃偏差と合成します。これなら、大体攻撃と耐性が同じくらいの比率で総合偏差が出そうだね。ここも意見が分かれそうなところではありますが、今回はこの手法を取っていきます。それでは、数値を補正して、攻撃面と耐性面を合成した、総合偏差が、こちらとなります。一番右の欄が、複合の総合偏差の値ですね。さすが、総合偏差は全タイプマイナスなんだ。攻撃最弱のノーマル毒は、耐性面だとこの中で一番高いんじゃない?
そうですね、最弱の攻撃性能ですが、その代わりある程度の耐久が保証されているようです。耐性最弱の岩氷も、攻撃面ならこの中で一番だね。偶然ですが、それぞれのワースト1位が、この7タイプの中では異なる方面でトップになりましたね。へぇ、ちゃんと短所を補う長所があるんだね。そして、この中での最下位は、最下位は草、虫タイプとなりましたね。ついに総合最弱のタイプを炙り出すことに成功しました。確かに、常に下位にいたタイプだもんね。これは納得の最下位なんじゃないかな。ということで、タイプ相性を数字で分析し、最弱のタイプを探した結果、草、虫タイプが最弱である、ということになりました。最終進化系なら、パラセクト、ミノマダム、母子守の3匹だね。おめでとうございます。そしてこのポケモンたちは、全複合タイプ、153タイプに攻撃した際の与えられるダメージと、18タイプから攻撃を受けた際の受けるダメージのバランスが、最も悪い複合タイプである、ということになります。ノーマル毒みたいに、攻撃面はダメでもその分耐性が悪くなかったり、岩氷みたいに、耐性が最弱でも攻撃面では優れてたり、っていうことがあったけど。ウサムシタイプは攻撃も耐性も本当にいいとこなしってことか。そういうことですね。それゆえの総合最弱です。さて、この中でも、母子守系統だけは SV に内定しているので、どうぞ皆さん、哀れみを込めて母子守系統を使ってあげてください。進化の奇跡車湯でもいいよ。まあ、この調査はランクバトルなどの実戦に活かせる内容ではないですが、どうぞお友達との話のネタにでもしてください。こんな話する人そうそういない気もするけど。ということで、数値上の結果も知れて、私も満足なので、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。